EMU900 型は台湾鉄路管理局が2021年に投入された第6世代の通勤型電車。大鉄では初となる重量固定編成で韓国の現代ロテムが製造する。2020年代に大鉄で投入される新車群のうち区間車、区間会社用として調達された。千二十一年六月一日電力系統の信号フィードバック上による 故障発生。大鉄、都市運河や南巡る線の電化工事が進行する段階で、大鉄では折りたたみ式手動ドアが残り、老朽化が進行してした、虚構合客車や復興合客車を淘汰する計画だった。車両数も揃わない状況下で EMU700 型や EMU800 型が利用客に好評だったことから、2015年以降に策定された。 新社長達つ10カ年計画において最初の形式となる。2020年から2024年にかけて5段階に分けて納入され、運行間隔が間延びしている区間車の増発や、巨行号を含む旧形式等他の役割を果たすことになる。大鉄は2015年から2024年にかけての10カ年計画で、旧型車両を淘汰するための新車投入計画を策定していた。 区間車用の通勤型電車については当初は8連、20編成160両と10連36編成360両の2種だったが、競争入札が成立せず数度入札が流れたことや、中央政府の政権交代に伴い10連52編成の一括調達に統合された。この結果、1形式としては EMU500 型及び、 EMU800 を上回る通勤型電車としては、大鉄最大の調達数となった。2017年末から10五52編成520両に統一した上での入札が工事されたが、応札したのは、韓国の現代ロテム一社のみだった。国尺にのみ厚子を標榜していたことから、国内メーカーの台湾車両も応札を志望していた、ものの、大鉄の急な仕様変更により、 短期間での設計変更に対応できず、参加資格を満たせなかった。2018年3月の二次入札でも、参加企業は現代ロテム一社で、結局同年々5月に工事価格と、ほぼ一致する額で現代、ロテムからの調達が決定され、6月に双方が調印した。現代、ロテムは、前身の現代重工、大宇宙工時代に納入した EMU500 型電車。 EMU600 型電車 E1000 型が軒並み高頻度で故障したことや、ロテムへの統合後にサポートを放棄し、大鉄でメンテナンス部品の確保が行き詰まる事態になったことで、韓国企業は2004年以降大鉄での入札参加は禁じられていた。台湾が WTOO に加盟し、2012年以降に GPA が発行したことから、 政府調達による大型入札案件ではこの縛りは無効となった。すなわち、中華民国交通部参加の大鉄でも韓国税の入札参加が事実上解禁されることになった。2015年に港内入れ替え用途の業務用ディーゼル機関車を調達した際は現場や市民の不安に対し旅客用ではないからと弁明するほどの事態となっていた。 電化開業間近の南めぐる線での、運天納入スケジュールは、以下のようになっていた一時車に編成20両、長印から24ヶ月以内二時車10編成100両、長印から42ヶ月以内三時車12編成120両、長印から54ヶ月以内四時車14編成140両、長印から66ヶ月以内五時車14編成140両、 超印から72ヶ月以内一時車については、新型コロナウイルス流行の影響で、引き渡しが遅れ、営業運転開始が2021年初頭に、延期された。韓国から、海上輸送で一時車に0両が、カレン港から陸揚げされることに伴って、カレン港駅から、カレン港の8号不当岸壁まで線路が新設され、R100 型機関車牽引のテム2000型電車が、 乗り入れの上で受け入れ前の隠しテストを行った。上陸当日には台湾鉄路管理局 DT668 号機が岸壁まで出迎え、翌日にはカレー駅で展示されることになった。同時に各種グッズの販売も発表された。TUFLAINLAND ンン台湾法人による第三者認証を経て2021年旧正月に投入される。 11月3日から4日間にわたり彼7と及び7と追い分け間で試運転を開始12月8日には2週間後の電化開業を控えて各種電車の試運転中だった南巡る線にも乗り入れた2021年1月ドイツからの技術者が新型コロナウイルス流行の影響で入国できずブレーキ性能の最終調整で手間取っていることや現代ロテム側の技術者も 同様に放退できなかったことで春節前の投入スケジュールを延期していた。その後は、独完両国の技術者が放退し、運転も順調なことから、第三者認証次第を経て、3月19日に、障害者団体の4月1日に、一般旅客の試乗を行い、生命節連休中の4月4日に、臨時列車として、樹林可殿間での営業運転を開始した。 EMU900 型 TGV や韓国高速鉄道にも携わったフランスの MBD テクノロジーズ社外装を手掛け同社のフィリップ・ジョルジェルが担当した前面から側面にかけての帯は大鉄の車両としては初めてライトグリーンが採用されている全世代の EMU700 型 EMU800 型同様にセミクロスシート配置を踏襲しているがそれらに比べて 背もたれ部分が高くなっているなど従来車より快適性を向上させている。客室内の旅客案内装置は EMU800 型に、荷棚などは EMU500 内装更新車と掃除している。従来車に比べて故障を減らしメンテナンスを容易にするためトイレや座席など各種部品で多くの台湾国内企業が参加している。先代の EMU700 型や EMU800 型。 テム2000型に引き続き、東芝が制御装置を納入する。韓国製車体と東芝の組み合わせは、EMU600 型以来となり、EMU800 型で実績のあるイベットが採用された。大鉄での東芝機器の採用はこれらに続く5車種目となる台車及び SIV は現代ロテム、主電動機及び真空車段機は、東芝、ブレーキ及び空気圧縮機は、 クノールブレムゼ、車軸及び車輪は、ルッキーニの多国籍分業で製造されている。1ユニット4両を、背中合わせにした従来車の不板と異なる位置、編成内の重量で、EP、EM、ED で連番を割り当てている。基本的な設備構成は従来車を受け継いでいるが、自転車固定装置は縦置きとなり、搭載台数が12台に増加している。 トイレの配置も入札後の仕様変更により、従来車の比率を踏襲せずに3箇所に集約された。編成図本形式の入札時において、台湾車両当時長の蔡光郎は、国内生産実績のある自社が排除されたことに、対して、前線基礎建設計画での国尺にのみやつこの理念に反すると不満を表明したが、大鉄側は技術的問題として、 他社のノックダウン生産の実績は多いが、完成車の設計実績に乏しい同社単独では、不適格と判断している。過去の入札では主に、日本勢との協業で、現地生産を担当していたが、今回は、日本勢が最初から不参加だった。重量固定編成への使用を一本化が直前だった。ことで、2010年代に地下化及び高価化された、対合列車が停車しない、 高尾市と平東県の中館線、平東線各駅では、新設駅も含めて、ホームの有効庁が対応しておらず、2021年までに、ホーム延伸の追加工事が必要となった。本線試運転の初日だった11月3日、パンタグラフの上昇圧力の設定ミスによる破損不具合が発生したため EMU901、編成の試運転を中断した。 この不具合がなかった900に編成からパンタグラフを移植して2日後に試運転を再開した。同月末には手すりの溶接不良や LED 旅客案内装置の地名誤植、ドアの凹凸、座席のガタつきなどが立法院でも問題視された。入札では安全保障上の観点から中国企業が排除されているにもかかわらず、ドア部品や空調などが中国製だったことも判明し、 入札規定で中国の車両メーカーを除外することは可能だが他国の受注企業に対する個々の部品の産地制限は不十分で大鉄側も主要部品は中国製ではないと釈明に追われた同時期に投入されていた台中都市運の電車でも同様の産地問題が発生している大鉄によると EMU900 のブレーキ性能は要求を満たしているものの ギラン船、広ロ有ユ号脱線事故以降の安全性向上策の一環として、国家運輸安全調査委員会の指導により、EMU700、800などの従来車と減速度や乗務員の取扱い方法を極力揃えることが必要となり、これらの最終調整にブレーキを納入した、クノールブレムゼと完成車メーカーのロテムの2社の技術者の来ーが必要だった、としている。これを踏まえて、 た形式との連結を伴う救援訓練中だった2月2日、富岡車両基地内の曲線軌道上で EMU800 型との連結に失敗し、戦闘車同士の衝突事故が発生。運転台の窓ガラスと FRP 製の連結機カバーが損傷した。ありがとうございます。